バランスボール？ほう。意識高い。意識高め。すごい。すみださん、今、一旦待機室大丈夫そうですかね、エミはい、さもん。ちろん大丈夫です。あ、わかりました。OK です。ではでは、そろそろ始めてまいりましょうかと思います。はい。ではでは、一旦始めますね。ありがとうございます。皆さん、たくさんご参加を。お待ちください。ちょっと画面を共有いたしますね。よいしょ。一旦画面を共有しておりますが、皆さん見えてるかな？大丈夫ですかね？はい。では皆さん、本日お集まりいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。はい。今回はユニークの今月で1周年ということと、あとメンバー、コミュニティメンバーが1500人、今もう1600人超えたんですが、突破記念ということで、初めてユニークものをコミュニティ内だけではなくて、外の方にもイベントありますよというのをお知らせしてのイベントとなります。よろしくお願いします。お願いしまお願す。いします。まず時間なんですが、本日はこんな感じで進めたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。よい。こんな流れで進めていきます。だいたい終わりは6時30分を予定しておりますが、もし用事あるよみたいな方は途中で抜けていただくのも大丈夫なので、そこは自由にお過ごしください。はい。まず最初にですね、ユニークの紹介もしたいなとは思うんですが、その前にぜひぜひ皆さん、チャットの方から、今日はチャットで積極的にこう意見とかも言っていただきながら、みんなでやり取りして進めていけたらなと思うので、まず最初に皆さん、こうチャットの方から一言、お名前と、あと今日の、なんて言うんでしょう、今の気持ち、なんでもいいです。緊張してますでもいいですし、楽しみですでもいいので、皆さん一言ずつちょっとアイスブレイクとしてコメントいただけると嬉しいです。チャットの方は皆さん分かりますかね？大丈夫かな？ありがとうございます。どしどしいただいてて嬉しいです。ありがとうございます。ちなみに今日がユニークの、なんて言うんでしょう、こういう会に出席するの初めてだよっていう方いますか？いるかな？どうかな？私が今ちょっと画面共有してて全体が見えないんですけど、いらっしゃるかな？すみださん見えますか？いらっしゃるかな？今日初めての方。お、いらっしゃいますね。一人、あ、いらっしゃいます。はい、一人二人ぐらいでいらっしゃいました。嬉しいです。ありがいいでとうすございね。ます。ぜひぜひ、今日をもってユニークとは何ぞやをいろいろと知っていただけると嬉しいなと思います。いや、私や。嬉しいです。ありがとうございます。皆さん、緊張されてる方とか楽しみですっていう方とかたくさんいらっしゃって嬉しいですね。ぜひぜひ今日は楽しい会にできればなと思うので、こう足を崩して楽な気持ちで参加してください。はい。では早速ですが、このユニーク、すでにご存知の方もいらっしゃるとは思うんですが、今日が初めてという方もいらっしゃると思うので、ユニークとは何ぞやっていうのをまず簡単に私の方から説明をさせていただきます。ユニークとは、学生と社会人が世代を超えてつながる場所と申しまして、誰もが本来持つユニークネスを取り戻すために出来上がったコミュニティとなっております。ちょっとファウンダーの西村さんの前で説明するのも気恥ずかしいっちゃ恥ずかしいんですけど、ユニークというのはアンダー29と書きまして、29歳以下の若い世代が集まるコミュニティとなっています。ユニークな価値観を持つ方々が集まっているので、こういわゆる職業とか全く問いません。いろんな方、学生さんも集まってます。今日ね、学生さんも
この中には学生部の代表もいらっしゃるので、ねえ、ともはるちゃんも学生だよね。そう、いらっしゃるので、もう社会人も学生さんも皆さん集まっているコミュニティです。現状は Facebook でクローズドのコミュニティとして運営をしています。現在は9月までは1500人を超える仲間だったんですが、今は1600人を超える人たちが集まっているような場所になっております。もしまだユニークのコミュニティ入ってないよっていう方も今いらっしゃれば、後ほどご案内いたしますので、よければ入ってみてください。そしてユニークの由来、先ほどお伝えした通りです。アンダー29とユニークネス掛け合わせております。実はユニークですね、このコミュニティ2度目の2度の頓挫を経て、昨年のちょうど10月1年前に本格的に始動いたしました。そのあたりはまた後ほど西村さんにご挨拶いただけると嬉しいなと思っています。コアコンセプトはこの3つです。アクションドリブン、Be Unique、Change Yourself、 この3つを大事にしています。どんな活動をしているかと申しますと、ざっとこんな感じです。今日いらっしゃる読書部のつづぽんこと都築さんもいらっしゃるんですが、こんな感じで読書部という部活があったり、ときめきの授業をやっていたり、みんなでざっくばらんに楽しく活動しております。これだけではなくて、いろんな部活が乱立しておりますが、それはまた後ほどご紹介します。そしてこれが結構コアな活動になっております。ユニキャリと申しまして、ユニークキャリアラウンジの略になります。アンダー29世代の何者でもなかった頃に焦点を当てた人生インタビューを毎日朝8時から9時でライブ配信しています。アーカイブ視聴も可能ですし、後ほど記事になって公開となっているので、記事でもご覧いただくことができます。こういった形でユニークな価値観っていうのを知る機会を提供しております。そして月に1回はこういった形でキャリアカンファレンスも行っています。いわゆる先ほどの人生インタビューとはちょっと異なるんですが、いわゆる有名な方々であったりですとか、たくさんの豪華なゲストを迎えたカンファレンスも行っています。こちらが先ほどのユニキャリの記事が掲載されているメディアのページになります。こちらもほぼ毎日平日は更新をしております。皆さんもご覧いただけるメディアになっているので、よろしければご覧になってみてください。そしてこちらの方から皆さんコミュニティに参加いただけます。 Facebook のコミュニティは参加の申請をいただけるとこちらの方で許可をいたしますし、 Twitter や LINE、 そしてノートもやっていますので、よろしければぜひフォローしてみてください。はい、以上がユニークの説明となります。もしわからないこととありましたら、後ほどお伺いできる時間も取ろうと思いますので、そちらの方でご質問ください。今日はこんなメンバーで送ります。皆さんよろしくお願いします。はい、では早速ですが、ファウンダーの西村さんからご挨拶を頂戴できればなと思います。西村さん、西村さんにスポットって当てていただくことできますか。はい、少々お待ちください。お願いします。私これ画面共有の停止が、お願いします。はい、あ、じゃあ、しました。あ、住田さんお願いします。ありがとうございます。はい、お、なんか近いな。西村です。今ね、ユニーク .com のファウンダーってことでご紹介いただきましたが、もうユニーク .com 自体は2018年の、10月1日にですね、リリースをしたんですが、当初は、ただのね、ウェブメディアだったところから、去年の10月にユニークコミュニティという形で、コミュニティ型メディアとしてリニューアルをして、ウェブメディアというのは引き続き続けながらも、読者同士でつながれる、あるいは、ユニークに出演していただいたゲスト同士でつながれるコミュニティという形でリニューアルをしてですね、第一歩を踏み出して、最初はもう僕がつながりがある方をですね、招待してっていう形でかなり地道にやってきたんですが、もう今となってはですね、日々僕が知らないような方が、記事を見て参加くださる方もいれば、
皆さんが、ね、参加してくださっている皆さんがユニークっていうコミュニティがあって、これはこういう人と出会えるよとか、こんなことを知れるよとかっていうことでですね、もうリファラルで人のつながりでどんどん新しい方が入ってきて、まあ、あっという間に、1000人を突破して、1500人を突破して、もうすぐ、1700人に迫るというところです。はい。で、特徴的な取り組みとしてはね、まあ、青木さんとかが、山ちゃんとかも日々インタビューをやっていただいてますけれども、ユニキャリというですね、朝8時から、やっているインタビュー企画があって、もともとはですね、僕が WeWork というですね、コワーキングスペースをに入っていた時期があって、まあ、今も正確に言うと入ってるんですけど、そこで、リアルにですね、来てもらって、ここにね、今いるつづぽんとか、すみだくんとか、山ちゃん、山崎さんとかはですね、部屋に来ていただいて、そこで、インタビューをして、その様子をスマホでこう Facebook ライブ動画として配信するという形でやってて、だいたい週に1本、2本とか、ちょっとなんか詰め込みすぎちゃったなっていうと、週に3本ぐらいある日も、1回ぐらいあったりみたいな感じなんですけど、まあ、そんな感じで週に1、2本ぐらいのペースでやってたんですね。でそれをこうコロナが来て、まあ、WeWork に行けなくなったなってなって、杉田君、下田から通って、そうそう、まあ、東京に来るタイミングに合わせてね、日程を設定しましたよね。そうそう。で、コロナで WeWork が使えなくなって、しばらく2週間ぐらいお休みしてたんですけど、ちょっとなんか、もう吹っ切れた部分があって、これオンラインでも、まあ、Zoom とかうまく使えばできるな、ということに気がつき、試しにやってみたら全然いけたんで、もうこれは100日連続でやろうということだ、土地狂ったことをですね、考えて、6月ぐらいからかな、うん、5月の中旬ぐらいから、もうほぼ毎日、インタビューの予定を入れてですね、もうあっという間に、そう、今見返したら5月14日からかな、5月14日からはもうほぼ毎日、違う、ゴールデンウィーク明けからか、ゴールデンウィーク明けの10日からはほぼ毎日、やっていて、もうあっという間にですね、今日が197回ということで、もう週明け火曜日には200回を迎えるみたいな感じで、まあ、いろんなところでこんなメディアをやってましてとか、毎朝インタビューやってるんですって言うと、え、毎朝頭おかしいんじゃないのみたいな、狂ってるっていうふうに、ね、言われるんですけど、もともとは全部、もう6月ぐらいまでは全て僕がインタビュアーを務める形でやってたんですが、まあ、徐々にですね、まあ、現役のユニーク世代の皆さんにバトンを渡すような形で、今僕はただの録画係という形で、もう完全に裏方になってるんですが、まあ、1年かかりましたけれども、逆に言うとたった1年でここまで熱意あるコミュニティになったことは本当に嬉しいですし、僕が作りたかった世界観そのものを皆さんが作ってくださっているというふうに思ってます。まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、ユニーク .com は広告も一切入ってないですし、こう収益と呼べる収益はなくてですね、まあ、大体月に20万円ぐらい、こうね、20万円か25万円ぐらいコストとしてかかって、ただただ赤字なんですけど、まあ、僕はこう次世代、10代、20代のユニーク世代の皆さんがこう自由に遊べる公園をこう作っているような感覚なので、この利益が目的というよりは、皆さん自身がこう、ね、遊んでつながって新しい価値を、新しい遊びを生み出す、そんな公演として活用してもらえばなというふうに思ってますし、今日という日が、今日これが1500人突破イベントということですが、今日という日が皆さんにとってその、遊びを、発見する、遊ぶための仲間とつながるきっかけとしてもらえたらなというふうに思ってますので、はい、今日のイベント僕自身もすごく楽しみにしてました。今日は皆さんよろしくお願いします。はい、西村さんありがとうございます。ぜひぜひ皆さん、今日のこのお時間をこう初めましての方も、もうすでに知っている方も、より仲を深める時間になったらいいなと思っています。ちょうど先ほどチャットの方にもユニークの .com の方と、あとフェイスグループのグループも貼っておりますので、もしよろしければ見てみてください。はい、では先ほどのご紹介をいたしましたが、名誉西村さん、すごい、もうスポーツの格好になってますね。FC 東京。さっき4-0でボロ負けしたんで、すごいテンション低いんですけど。あ、そうなんですか。皆さんのおかげで元気になりました。あ、よかったです。やった。皆さんやりましたよ。元気になってくださいました。よかった。はい。
この後はですね、先ほどの今日のアジェンダにもありましたが、メインコンテンツとなります。ユニークの中で実はめちゃめちゃたくさんの部活が、部活だったりとか、あとまあ単発なイベントっていうのはあるんですが、その中でも部活化していて、かつこうコアに活動されていらっしゃる部活っていうのを今日はご紹介ができればなと思います。各部の部長にもお越しいただいておりますので、まずはこう一言ずつ、1分間ずつ部活のご紹介を部長さんの方にお願いできればなと思っております。ちなみにその後のコンテンツといたしましては、まあ、新歓という形ですね、大学とか高校でもあると思いますが、入学式の時って皆さんこういろんな部活の紹介を見てどの部活に入ろうかなって決められると思うんですが、そのお時間にできればなと思っています。体験入部みたいな形ですね。いろんなブレイクアウトルームにどん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 皆さんの意思でこう入っていって見ていただけるようにしようと思うので、どの部活に最初入ろうかなみたいなのを考えながら、ぜひ紹介を見ていただけると嬉しく思います。ではでは早速ですね、始めてまいりたいと思います。ともう一個スライドの方を共有いたしますね。はい、少々お待ちください。ではでは、はい、では早速ですが始まります。皆さんぜひ気にしながら見てみてください。まず最初の部活はこちら、読書部です。つづぽんお願いします。はい、つづぽんと申します。本名は鈴木達也と言います。よろしくお願いします。お願いします。なんかこう新刊って言われると、僕も昔大学でサークルの代表をやってたので、こういかに他のサークルに入ろうとしている人たちを引っ張ってくるかみたいな、すごいこう競争心芽生えちゃってみんな読書部だけに入ろうねみたいな、すごい排他的なムードになるんですけど、そんなことはなくてですね、読書部はメインは読書会中心にやっているので、何でしょう、こう読書部の部員じゃないと読書会来れないよとか、そういうわけじゃないので、なんかこうとりあえず皆さん全員入部していただければいいのかなと思っております。なので活動のポイントとしては、基本的には月1から2回やっている読書会に来ていただいて、みんなで好きな本をシェアしていただくっていう形になります。ちょうど今日先ほど11月の読書会のイベント案内も出しましたので、それ来てもらえればなと思います。今日は体験入部ということで、あれか、ライトに読書会ミニみたいなものをやってみたいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。この下のところに書いてありますのが今日体験入部でやるコンテンツになりますので、皆さんぜひぜひ見てみてください。読書部はの部長はつづぽんです。よろしくお願いします。はい、続きまして学生部お願いします。はい、岩佐亮太です。学生部をやっています。活動頻度は、不定期で、活動内容としては学生メンバー間での情報交換だったりとか、あとはユニークのコミュニティは学生と社会人がつながる場所ということで、学生と社会人の交流っていうのをどん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 やっていきたいなと思っています。で、これまでの活動としては、学生部がピッチコンテストをして、今どういうふうに思っているだったりとか、なんかそういうことを話す機会、社会人の方に話す機会っていうのを作ったりしました。今回この体験入部でやってもらいたいことっていうのは、今回結構学生が少ないと思うので、逆にこう社会人の方に学生にどんなことを聞きたいのかとか、世代を超えた交流ということについて、なんかどういう、例えばコンテンツがあったら面白そうだとか、どういうものがあったら、どういうイベントがあったら面白そうなのかっていうのを、なんかお話聞けたら嬉しいなと思っております。はい、学生だけの部なのかって言われると、まあそうでは比較的ないんですけど、なんかこう学生を一括りというか、集まって学生でみんな集まって社会人の方と僕らから積極的に交流していけたらいいなというふうに思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
学生部の部長は今日は湯浅でいいのかな、これは読み方、はい OK です、湯浅くんです、よろしくお願いします。あ、今さっきのがあれです、学生部のみんなのお写真です。こんな感じでいつもやってます、お願いします。はい、そして私も一応部活やっております、メイクスキンケア部と申します。私はクミちゃんと呼んでください。メイクスキンケア部まだまだできた部活で、活動頻度月1回ぐらいでやっているんですが、先月初めてイベントをやりました。プロのゲストの講師の方を招いて、いわゆるメイクスキンケアとは何ぞやだったりとか、皆さんのお悩み解決みたいなことをやりました。なのでまだまだ出来上がった部活なので、こう我々から何かをお願いするというよりは、皆さんと一緒にどんなコンテンツがいいかなとか、こういうの知りたいですみたいなのをどんどんこれから作っていけたらいいなと思っている部活なので、ぜひぜひ積極的に参考していただけると嬉しいなと思っています。今現状はだいたい45人ぐらいかな、部員の皆さんいらっしゃるので、男女ともにいらっしゃいます。男性も女性も参加をしているので、なんか女の子だからとか男の子だからとかなく、ざっくばらにお話しできると嬉しいです。そして本日のコンテンツとしては、前回イベントにお越しくださったこうプロの講師の方と、どんなこんな話が出たよとか、こういうのいいらしいですよみたいな、そういうお話に加えて、皆さんもし何かお悩みとお抱えであったら、そういった話もこうざっくばらんに、こういう場だからこそできるような会にできたらなと思っています。よろしければぜひお越しください、お願いします。はい、ちなみに前回のイベントの様子はこんな感じです。右上の方が講師の方ですね。もうパッと見でメイク全然違うやんってわかると思うんですけど、こういうノウハウを学びました。はい、そして続きましては、左上です。ごめんなさい、左上の方です。左上です、はい、ありがとうございます。皆さん、はい、続きましてはラジオ部です、お願いします。はい、こんにちは、ラジオ部部長の石川智恵、ともらちゃんって呼ばれてます。ラジオ部では実際にラジオトークっていうアプリを使って、ユニーク一応公認の、ラジオ配信をしています。活動頻度は週に1回結構ミーティングをやってて、かなり活発、ユニークの部活の中でも、まあ、自称一番活動的な部活なのかなって思ってます。今までは配信は8回ほどやってきてて、体験入部の、あ、ちなみにそうです、今福島で合宿やってて、ここに隅田さん見えるか分かんない、どうしたらいいのか、あ、いたここに隅田さんいます、飛んでる飛んでますめっちゃ飛んでるっていう感じで、めちゃくちゃメンバー間の仲がいいです。で、今日の体験コンテンツは、まあ、実際に収録体験をしようということで、実際にラジオ部が使っている台本を用いて、テーマを、休みの日は何してるっていうテーマで実際に配信体験をしてもらいたいなって思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。これはお名前はともわらちゃんとぜひお呼びください。今日もう収録もできるんですね。楽しみ。はい、もちろんです、楽しみです。ぜひぜひ興味ある方お越しください、よろしくお願いします。はい、そして続きましてボードゲームです、お願いします。はい、はじめましての方は、はじめまして、ゆうくんと申します。ボードゲーム部はですね、ちょっとまだ1回しかできてないんですけど、今後ちょっと参加していただける方が増えたらいっぱいやりたいなと思ってます。で、僕個人としてはですね、去年からボードゲームにめちゃめちゃハマりまして、初めましてでも全然できます。簡単なルールなので、もし興味あるよとか楽しく遊びたいなみたいな方がいたら来ていただければなと思います。今日も僕いっぱい持ってきたんで、特にコロナに入ってからはオンラインでこういかにこうボードゲームができるかみたいなのを結構試行実験をしておりまして、今日は体験入部っていう形でオンラインで初心者でもできるボードゲームをやろうかなと思ってるので、皆さんよかったら遊びに来てください。以上です。はい、ありがとうございます。部長の名前はゆうくんです。
ボードゲームね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですよね。オフラインでもやったりとか、昔してて、こんな感じで。皆さん集まってやってて、すごい盛り上がってるのをいつも拝見してます。今日もそれが体験できるということなので、興味ある方ぜひ参加してみてください。はい。そして、続きましては、こちら、ユニーク初めましての部屋です。山ちゃんお願いします。こんばんは、山崎と言います。去年、お願いします。お願いします。去年10月に西島さんと知り合って、でそれから、WeWork で取材のそばでちょっとカメラマンをしながら、気づけばどんどんのめり込んで、家でもなく、家族でもなく、会社でもない、なんか割とユニークに入り浸ってしまって、なんか多分一番こう最初は楽しいな、楽しいなとか言ってたら、だん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 いろんな人が、入ってきて、すごいな、すごいなと思ってます。で、今日は、僕も今、コミュニティの中で入ってくださった方々が、もっとなんか馴染みやすいような、きっかけ作りとか、もっと実はやりたかったよ、こんなイベントみたいなのを一緒にこう作ったりとかしたいなと思っているので、今日はぜひユニーク入ったけど、まだ楽しみ方、ぼやっとしてるなっていう方とかに、どんな風にユニーク知っていただいたのかとか、ユニークでなんかやりたいことありますかとか、ユニークについてなんかまだよくわからないことありますかみたいな。なんかその辺をちょっと聞きながら、ちょっと一つや二つぐらい、集まった人と一緒にイベントを作っちゃって、来月とか、なんか一緒にできたらいいかなと思ってます。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。山ちゃんはそうなんです。結構長い間ユニークに関わってくださっているので、ユニークとは何ぞやについて、もどっと知りたいなっていう方は、ぜひこの部屋へお越しください。そして、次が最後の部屋になります。あ、こんな感じ。そう、こんな感じで、ちょっとみんなね、ちょっと変わった写真なんですけど、こんな感じでユニークネスを発見するのとかをやったりしてます。はい。そして最後のお部屋です。あれ？あ、そうそうそう、こういうのね。はい。こういうワークショップとかやりながら、うん、みんなでやったりするので、またぜひ機会があればお話します。そうそうそうなんです。これとかももし今日できたらねと思いますが、はい、こんな感じでやっております。はい。続きましてが最後のお部屋となります。ユニーク未来コンテンツ開発のお部屋です。西田さん、お願いします。はい、本日、部屋長でいいのかな、部屋長を務めさせていただきます西田です。皆さんよろしくお願いします。僕の部屋は、初めましての一歩先かなっていうふうに今ちょっと説明聞いてても思っていて、まあ、これからやってみたいこととか作ってみたいコンテンツとか、こんな部活あったらいいのになみたいなことを思ってる人で集まって、ちょっと一歩先の未来を考えるみたいなことを一緒にお話できたらなと思ってます。皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。こちらのお部屋ではまさにユニーク、こんなのもやってみたらいいんじゃないみたいなのとかをぜひぜひ皆さんで意見出し合えたら嬉しいなと思っています。今日はこれらの部活、そしてお部屋の方で開催をしていきます。ちょうど先ほど、隅田さんがチャットの方に全部の部活の番号を押してくださいました。今からやろうと思いますのが、この部活のまずどれに入りたいと思ったかといいますか、まず移動ができるので、どこからスタートでも大丈夫なんですが、まず最初どこに行ってみようかな。思っているっていうのを、こう2つあります。こう送っていますが、1番からなので皆さん選んでいただくことできます。ルームのお部屋選んでいただくことできるので、じゅんぐりじゅんぐり好きなところを回ってみてください。チャットの方で皆さんど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 ん入りたいの2つ番号で大丈夫です。タンタンと教えてください。そうね、ともはらちゃんは4番だね。確かに間違いない。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。みーちゃん時間ない中嬉しいです。これこの人気投票やばい、緊張するねこれ。ちょっとね、負けたくないって言ってたもんね、さっきね。ちょっと。ゼロだったらどうしようみたいなね。ユニークなのに読書しないのかみたいな。うん、どういうこと？
ユニークなのに読書しないみんな怖い。そういうことで、はいはい、ほんまや、ラジオ部人気。いやでも結構いい感じにばらけてるかも。くそ、4番目、4番誰だ4番ラジオかよ、ともわらちゃんめ。負けたくない感じがね、いっぱい出るね。 ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。すみなさんの準備ができましたら、はい、はい、と思います。まず部屋長さんからちょっと言っていただきたいなと思うので、はい、先に、はい、部屋を分けますので、はい、と言っていただければと思います。部屋長さん、では皆さんよろしくお願いします。いらっしゃい、行ってきます。いらっしゃい、はい、皆さんちょっとすみません、僕割と手間取っていまして、ちょっとお待ちください。2分ほどお待ちください。パニックルなので、はい、ボードゲームが一人もいない感じなんですけど、なんか行きたい人とかっていらっしゃいます？もしいたらぜひ行っていただければと思うんですけども、ね、はい、ありがとうございます。あ、ツッチーさん、じゃあ行っていただけます？ボードゲームに、はい、ありがとうございます。そしたらですね、ちょっと割とたくさんいらっしゃるので、僕で、手配をしたいと思うんですけど、まずその、1番から読書部に行っていただく方を、割り当てるので、少々お待ちください。分けようと思います。そしたら、はい、それでは、ルーム1割り当てたと思うんですけども、いけますかね。中原さんと、中村さん、準備できますか。準備 OK ですか。あ、これで行ってくださって、はい、ありがとうございます。次、じゃあ、あ、中村さん来ました。来ました。はい。お願いします。はい。はい。ありがとうございます。はい。次、じゃあ、2番の学生部なんですけど、社会人の、方で、吉田正永さんに2番になるとなって、はい。いってらっしゃい。他2番はね、確かいなかったんですよ。なんで、とりあえず、吉田さんだけ行ってください。お願いします。はい、次3番いきましょう。3番はですね、スキンケア部ですね。三原さん、3番に行ってらっしゃい。はい、次4番ですけど、ラジオ部。ラジオ部結構人が集まってて人気なんですけど、まあ、メンバーの吉永さんと川口さんですね。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。5番、つっちーさんですね。ありがとうございます。ご協力を。2人でちょっとね、ひたすら、もう、戦ってください。いらっしゃい。不合理さんですか。はい、次、6番ですね。はるさん。あれ、はる、さっきまでいたんだけど、ね、あ、吉田、はるなさんかな。名前が変わったかな。文学、いらっしゃい。で、小倉さんもここに行っていただきましょう。いらっしゃい。はい。で、あ、ラジオ部の高谷もいらっしゃい。で、前田さんが見失った。あ、7番にじゃあ行っていただきますね。いらっしゃい。他は？ブグモリス。ブグモリさん。ブグモリさん。あ、どうも。どうもどうも、こんにちは。どこ行きます？お部屋。お部屋。ああ、どうしようかな。今、チャットにもう一回打ちますね。チャットにもう一回入力すると。よいしょ。どうしようか。一旦、はじめましてに入れてもらっていいですか？
あ、了解です。じゃあ6番ですね。はい、ありがとうございます。マッチはもうあのラジオ部にあのしてるはずなんで行ってください。あれ行けてない。嘘。嘘。あれなんでだ。あ、いたいた。あれ行ってないか。あれ、ま、マッチが残ってる。なんでだ。すみません、ミュートになってました。あ、これかな。あ、すみません、いけそうです。すみません、行ってきます。あ、いってらっしゃい。あれ、いけない。なんでだろう。さあ、少しお待ちいただき、はい。1にしてみて、ちょっと待って、ちょっと、次、あ、待って、待って、で、次、4。これで、多分ラジオに行けるはず。はい、いらっしゃい。はい、ってらっしゃい、できない。あれ参加する押すだけですよね。そう、あれ参加させてもらえない。はぶられてる。あ、じゃあ、つらい。え、でも、マッチよりも行かなきゃいけない。そうっすね。なんでだろう。あれ参加する押せばいいんですよね。うん。ちょっと待ってください。ズーム一回。落としますね、ちょっと。そう、出てみて。はい。しばしお待ちください、石村さん。バレた、バレた。あ、来た、マッチ来た。配信をご覧の方。あ、すみちゃん。はい。あのゆうくんからゆうたくんから、はいはい、マンツーになってるから、うん、ボドゲ部をばらして他の部屋に言い分けてもらっていいですかと、はいはい、ツッチーさんは読書部に興味あるみたい。ああ、オッケーそうで、はい、ゆうたくんは学生部に混ぜようかな、うんうん、しましょう。はい、これでマッチいけるかな。マッチも行けるんじゃない？あ、行った行った。行きました行きました。ゆうたくん、待って、じゃあその2人が一旦戻ってきてからですかね。遊園地のお兄さんで、ディズニーランド。あれ戻ってこない。あ、終わりました今。あ、帰ってきた。あ、すいません、なんか。あ、いえいえ。はい。はい。戻ってきたよ。確かにね。確かに。まっすぐなんかあれ。じゃできなかった。そうだそうだ。はい。そしたら、どうしましょう。1番と4番にしたいんですけど、少ない方でいいですよ。1と4で少ない方は、はい。1番だな。読書部が少ない方で。あ、じゃあ1番いきます。はい。はい、ではでは。ありがとうございます。よっしゃい。ゆうくんは？じゃあ僕2にいいですか。オッケー。いってらっしゃい。いってらっしゃい。髪伸びましたね。髪めっちゃ伸びて、後ろ姿が女の子と勘違いされるぐらい。で、前見てちょっとあっみたいな。めっちゃ残念なやつ。残念なやつ。一回おじいちゃんに声をかけられましょう。で、前見てがっかりされたっていう。これなんか入室みたいなのがない。あれ？嘘。嘘。1番に今振り分けてるはず。
お、太一さんがいらっしゃいましたね。あ、すみません、ちょっと抜けます。はいはい、あ、全然大丈夫。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、これか、よろしくお願いします。あ、いたいたいた。来ました、来ました。これで2人ですね。これで2人ですね。意味深な。意味深な。いや、ちょっとバタバタしました、ね、まして。いやいや、でした、ずっと。大変だよね。だって、蓋開けてみないと、誰がどこに行くか分かんないから、そうそうそう。開ける方は大変だよね。大変でした、ね。いや、ドキドキでした。そうですね。ここでなんかお話ししたいのがあったんですけど、なんかそのここまでをこの振り返ろうっていうのをちょっと、はい、やってみようかなと思ってて、うん、そうですね、ユニキャリのそのあれを見ながら歴史を振り返ろうじゃないかというのをやろうと思います。はい、はい、インタビューからですけど、一番最初って、うん、いつなんですか、その本当の本当にその初め、あの一発目の記事っていうとこの辺ですよ。あ、一発目の記事はそう、その片山春奈ちゃんの記事が1本目、うんうん、はい、10月1日、2018年の10月1日の、うんうんうん、この時は割とその不定期でやってたっていう感じですかね。そう、もう本当にいわゆるメディアとして普通にインタビューして、うんうん、あの記事を公開してみたいな感じでやってましたね、うんうん、なるほどなるほど。ゆうこさんもいますね。ゆうこさんもユニークとしてのそのまあ活動が本格的に始まったのが昨年、去年の10月、10月ですよね、うん、10月の末の方なんで、はい、うん、確か本当このユニキャリの第1回は、うん、これ月岡さんですね。ですよね、僕もあの確か行ってた回かなと。あ、そっかそっか、現地にね。そうそうそうですね、第1回、うん、そうですね、月岡さん、月岡さんのですから参加させてもらって、懐かしいですね、もう1年経つんですね、ここから、うん、確か僕らの写真がなんかあったようななかったような、うんうん、みんなで来ましたよね。そうそうそう、確かミサポンも一緒にいた気がします。うんうんうん、あ、そうそうそう、これ、ね、これですね、懐かしいですね。懐かしいちょうど1年前だから。そうですよね、本当に1年前、うん、こっからでももう100、何人でしたっけ、92か92人、今日までもう190、ユニキャリだけでもう197人、うん、今日で、あ、ユニキャリ以外にインタビューしてる人もいるんで、うん、もう200は超えたと。200は優に超えてますね。図鑑ですね、もうなんか図鑑みたいな。図鑑だね、本当に。だから図鑑作りたいなと思ってインスタを始めたところはある。あ、そうですか。確かにありや、めっちゃ面白いですね。うん。そうですね。この辺は本当に僕も関わり始めたばっかりので、ね、そうですよね。はい、そうですね。とはいえ、なんだろう、この時はちょっとなんだろう、あの敷居が高かったかなっていう感覚も少しあって、あ、そうなんですよ、なんか、あの、なんだろう、すごいあの人が集まってるっていう感覚があってそうかそうなんですよ、実はちょっとそういうハードルの高さも少しありつつ、そうですね、この辺が昨年のインタビューのところですね。そうですね、はい、行き前もそうですし、うんうん、ああ、中川さんも、沢さんも。昔は、昔というかコロナ前は月1でね、オフラインで集まってイベントやってたんですけどね。来ましたね、来ましたね、うん、難しい。オフラインは確かになかなか行けなかったですね。下田だったからね。あ、そうそう、さすがに、さすがに行けなかったです。うんうんうん、うん、うん、
あ、橋本さんもね、いらっしゃいましたね。ゆきさん。この時も僕もここに足を運んだ気がします。で、まあ、この辺はそんなになんだろう、頻度もそんなには高くはなかったんですよね。日本は週1に、週1回から2回ぐらいっていう感じだったんで。そうですよね。うん。あの時、どっからこう、なんか、毎日になってたんですか？まあ、あれですよ、もうオンラインで、オンライン化、さすがにね、やっぱり、これ、8時、9時じゃないですか。うん。で、僕住んでるところが割と遠いんで、うん、そうですね、先に8時スタートしようと思ったら、やっぱ6時20分とか6時半とかには家を出ないといけない。うん、で、WeWork を使ってやってたんで、まあ僕がピッてやらなきゃ入れないとかっていうこともあって、ありましたね。さすがにこう、毎週4、週5とかで、毎朝そんな早い時間に起きていくのつらいなみたいな。うんうんうん、ところもあって、まあ、週に1回から2回が、まあ、限度だなって思ってたんですけど、コロナになってオンラインでやらざるを得なくなって、まあ、逆に言えばオンラインだったら移動コストないからないし、その、ね、ゲストの方もサクッといけるサクッと参加できるから、主催者側としてもゲストとしても負担が少ないから、まあ毎日いけるなと思って、うんうんうん、やるからにはもうちょっとクレイジーにやろうと思ってあえて100日連続とか言ってやったら、もう、まあ、ちょいちょいね、あの土日やってなかった時期もあったりしたんであれですけど、はい、もう100日連続どころか、もう今150日ぐらい、うん、150日ぐらいで、ね、ずっとやってますね。すげえ、毎朝毎朝。もうそしたら半年、半年とか経ちますね。もうすぐ半年、そうですよね。5ヶ月。いやー、すごい。そうですね、僕の、なんだろう、その、一つのこ、きっかけが、なんだろう、うん、吉田くんを、誘ったっていうのが、割と大きくて、うん、なんだろう、その、まあ、はじめ、敷居がちょっとね、こう、高かったっていうのがあり、でそこから、まあ、メンバーがこう、メンバーをこう、誘うっていう、なんかそこが、割と、なんか僕には、はまってたかなと思ってて、うんですね、本当にその、なんか敷居を、こう、下げるというので、吉田くんを誘い始めて、まあ、初めてその、ね、こういうふうに誘ったら、吉田くんがね、すげえ、こう、ハマっちゃって。ね。そうですね。ありがたい。嬉しかったですね、あれは結構、うん、僕の中では。本当、こっから、なんだろう、みんなへの、なんていうかな、劣等感っていうのが、まあ、少しずつ、こう、なくなってきた感じがありました。僕は。そっか。最初はむしろ劣等感あったんですね。めちゃくちゃありましたよ。そうなんだ。なんかみんなすげえなーって思いながら見てて、すげえ人が集まってんなーって思いつつ見てました。そっかそっか。そうなんだよな。なんかそこの劣等感はあんまり感じてほしくなくて、うん、結局まあ今はそれぞれの領域で頑張って活躍して、まあ、ある種、ね、ちょっと同世代の中ではすごい人になってる人だって、まあ、最初からすごい人だったわけじゃなくて、最初は何者でもなかったりするし、そう、だから変にね、劣等感とかは感じてほしくないなとは思いながら、うん、まあ、あえてそこの敷居を下げるっていう意味で、まあ、10人に1人か2人ぐらいはなんかもうちょっと有名人クラスの著名人の人を、呼んでくるようにしてるんですけど、逆に言うとそれを超えないようにしてて、うん、初めてメディアに出ますみたいな方を8割ぐらいにしようっていう。なるほど。
っていうのは結構意識的にやってますね。あ、そうなんですよ、やっぱり。ほとんどメディアデビューですって人は割、ほとんど7割、8割ぐらいはメディアデビューですっていう人が、ほとんどな気がします。多分この辺が、オンライン化をしていたとこかなって覚えてるんですけど、まさにオンライン化第一弾がこの西川さんの記事じゃないですか。そうですよね、そうですよね、うん、写真がね、こう本当それぞれのお写真になっていって、今変な天気で雨降ったりね、晴れたりしてたら、で言うと加藤くんを僕からその誘って、うん、そこから本当になんか、そこからなんだろう、スカウトマンで、ね、そうし始めましたね。うんうんうん、だこうやって加藤くんとかにね、出ていただけたりしたのも、うん、まあ、オンライン化したからこそですからね。本当そうですよね。ね、当時、北海道いましたもんね。そうそうそう。今海外に行かれて。うん、こうやって本当なんかみんなでこう誘っていくというか、みんなで作っていくっていう感覚がなんかこっから始まった感覚が僕の中ではありました。うんうんうん、間違いない。やっぱり、こっからでも本当に毎日毎日やるような感じですよね。うん、ほぼ日ほぼ日で。そうですよね。すごい思いました。うん、大久保さんもね、スミちゃんの紹介ですね。そうですね。この辺たくさんいますね、僕。そうだ、お菓子もそうです。お菓子もそうですし、そうですね、大久保さんもだし。そうですね。そうですね、なんか、インタビュアーを西村さんがまあしていて、なんだろう、そのみんなにもうこう なんだろう、こう託したのってどの辺からでした？もうこの辺からそうだったんじゃないかな。6月、今僕の手元には誰、はい、いつ誰に誰がインタビューしたかっていうのが一覧でバーってあるんですけど、うん、まあ、はい、5月10日ぐらいかな、オンラインでゴールデンウィークからオンラインインタビュー100日企画みたいな感じでスタートして、しばらくは西村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 みたいな感じで続いてて、はいはい、5月29日に、うん、山ちゃんの紹介でこの三原さん、そうですね、そう、これが、うん、山ちゃんの山ちゃんにインタビューしてもらって、うんうん、で6月9日の中村優ちゃんの会を、はいはい、あ、そうでしたね、もらって、で6月26日金曜日の会に吉田たつきくんのインタビュー、青木さんがインタビューの予選をやり、初めてやったんですね、あれが。もうあれデビュー戦で、あ、そうだったんだ。で7月から徐々に、西村西村青木さん西村西村青木さん青木さん西村野里さん青木さん三田さん山ちゃん青木さん西村って徐々にこう、ね、逆転していくのよ。あ、なるほど。メインから西村は週に1本とか2本とか、はいはいはい、みんながやれない時にやる、なんかもうピンチヒッター大乱みたいな感じに変わってって、はいはい、で以降も8月とかは、まあ、月に、うん、月に5回とか6回とかはやるんだけど、うんうんうん、まあでも週に1本か2本みたいな感じで、で9月以降は本当にほぼ出てこない、うんうん、本当にちょっとなんか体調崩しちゃったんで代打お願いできますかみたいなこととか、あれ時間になってもインタビューは来ないから、じゃあ俺代打やるかみたいな寝坊による代打とか日本もあるんですね。基本はもう裏方に徹して、うんうんうん、録画、ひたすら録画係をこの1、2ヶ月はやってますね。はいはいはい、でも初めはこうやってたのをちょっとずつこうしていったって感じ。そう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 、まさにまさに、うんうんうん、
まだ西村さんの。あ、おう、あ、でも、コーチの橋本さんもね、ふみちゃんがやってましたね。まさにまさに。確か。覚えてますね、この会話。ふみちゃんが。あ、歴史を。歴史を。そうですね、この辺。あれ、伊達さん、伊達さんの。伊達です。マンツーマンで大体話し終わったので、6番に混ざりに行きます。あ、OK です。じゃあ、6番を。なので、あ、いや、2人でもう一回戻ってくるんで。あ、そういうこと。はい、また後で。はい、なるほど。ちょっと、この間に僕も席を移動していいですかね。一瞬だけですけど。人が今、結構いるんで。わあ、なんか落ちた。あ、お、お、ちょっと待ってください。荷物が多くて。ちなみになんですけど、はいはい、今どういう感じになってるかというと、あ、西田さん勝ってた。はい、来ました来ました。じゃあ僕と前、まえちゃんさんを6番にお願いします。はい、6番に。はい、もともと7人いたんか。7人いました。お、6人いってらっしゃい、どうぞ。お願いします。楽しみましょう。ちなみに今、ちなみに友丸ちゃんがここにいて、久美ちゃんがあそこにいるっていう。すげえな。面白いなこれ。みんなの声が聞こえる。各部の。そうですそうです。え、ここはあれですか？宿もセットなの？あ、そうですそうです、はい。あ、そっか、リビングエニアコモンズだから、こういうワークスペースもあるし、はい、寝るところもあるし、ですです、ご飯食べるところもあるの？あ、ありますよ。あっち、食堂か。食堂というか、そうですね。リビングがある感じです。すごいね。前ちゃん、あれ、前田さんがまだ行けてない。6番ですね。すいません。お願いしいいですか、ブレイクアウトルーム。あれ、やってなかったっけ？あれ、今やってます。あれ、行けてない。あれあれ。あれ。あ、そうですね。今多分6番の方とは別のメインのところに来てます、ね。ちょっと待ちよ。これでどうですか。あ、すみません。ありがとう。あ、よかったよかった。あと10分ぐらいですね、ここは。ここというか、うん、はい、みんなが戻るのはあと10分ぐらいです。はい。はい。アナウンスをします。ちなみになんですけど、昨日、うん、イベントの数をちょっと数えてまして、昨日数というかちょっとコピペをしてたんですけど、うんうん、結構やってましたね。ね、増えたよね。はい。全部ちょっとリストアップしてたんですけど、実は。すごい。あ、ちゆちゃんが来た。画面共有、ここからですね。あ、
すごいな。拡大します。これがちょっと一番初めのやつで、僕も多分行ったやつです、ね。懐かしい。諏訪間さんと僕と2人で参加したんですね。うん。ここからまあ徐々になんか、その各世代の集まりみたいな。いる。あ、ちょっと待って。すえちゃん、6色に入れます。あ、お願いします。はい、あれゆうちゃん止まってる、あれマジなんか止まってる、固まってない、うん、ゆうちゃんこっちが固まってるのかもしかして、でもね、ゆうちゃんね時々さっき機嫌出たでしょ、ちょっと止まっちゃった、あ、ゆうちゃん今振り分けてます、ありがとうございます。来た。行った気がする。行った、行った、行った。すみません。こういうこともある。あるある。この辺までが多分、うん、年内ですね。このランニング部までが赤羽センベロ会とか懐かしいね。やってたんですね、こんなの。知らなかったです、これは。年明け20年に入っていると。ああ、確かにこれ僕も行きましたね。ベンさんのやつ。ああね、懐かしい。ベンコラボ。学生は行く？学生は来るかな？うん、あ、全然行っていい。皆さん。あ、はい。そのラジオ部って入れますか？行ってみますか？はい、行ってみたいです。いらっしゃい。ありがとうございます。レッツゴー。どうぞ。じゃあ。行こうかな。でもこれ私これで来ちゃったらどうしよう。大丈夫かな？じゃあ、オッケーです。今、振り上げた。ありがとうございます。もうよし。ちょっと戻ります。一番忙しいじゃん。本当そうです。嬉しい、これです。学生部。世話役です、本当は。学生部大人気じゃん。本当。でも、年明け。湯浅くんすごくない？意外となんか、イベント少なかったですね。この春、1月、2月ぐらい。でもこれは多分、1月とか2月とか。やってたんだけど。ここからやっぱ、オンラインになって、激増しましたね、やっぱり。ね。イベントのハードルが下がったからね。それはありますね、やっぱり。海外行ったら何て言われるかも、12歳って言われるね。始めてくれて。すごくない？私、なんかキッズプライスっていつも読書会始めてくれて。山ちゃんがこの辺をですね、主催を知ってくれて。はい。ここからもう本当にみんながあの主催のイベントがほとんどになってきて。どう考えても絶対お酒は買えない。そこからやっぱりすごく。そうね、パスポート見せるじゃない、パスポート。みんながこう、パスポート偽物だと思うね。偽造だ。偽造だ。偽造だ。君はどう見ても12歳だ。そこから一気にね、拡大してた感があります。24歳じゃんみたいな、当時で。青木さんの声がめっちゃ、確かに。これあれだね、同じ場所でやるとダメだね。ダメです。うん、まあ、今後の学びっていうことで。そうですね、反省ですね。学生部楽しいね。すごい。え、学生部の未来コンテンツ生まれたんですか、この3人で。今後学生部はこうしていったんじゃないですか。あ、ここまでか。一応、ここまでですね。すごい。めちゃめちゃありますよ。こう見ると、
ね、蓄積が。そう。何個あるんですかね。はいはいはい。数え方がちょっと。スプレッドシートだったら数えられるよ。あ、確かに。スプシにちょっとしてみよう。うん。よいしょ。即席で作ります。すごい。何これ。何て言うんだろう。何個でしょうか。ドドドドドドド。あ、OK です。最初から68個でした。うん、すごい。月に5ぐらいはやってる感じですね。ということだね、ユニキャリー以外でね。そうですよね。うん。オンライン化をしてからが、オンライン化してからでカウントした方が、そうですね、よりリアルになりそうだね。この辺からなんで、あの4月とかこんぐらいの時なんで、でもほとんどそうですね。50そうだよね。何個ぐらい。おお。確かに、ね、なんか活動を加速化させたような感もあり。うん、まあ、ここには入ってこないような感じでね、みんなで。それこそ下田に遊びに行ったりとか、うん、こうやってラジオ部で合宿行ったりとか、うん、あとは90何年会とかやって、ね、ご飯食べたりとかしてるから、そういうのも入れるとさらに増えてるだろうね。そうですよね。まあ、本当に人のこうつながりが徐々に作れてきていて、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。うん、すいません。振り返りでした。ここはこのお時間は、この1年間のユニークを振り返る的なね。そうです、そうです、そんな感じです。そうですね、みんな戻ってきてほしい時間で、ありがとうございます。めちゃめちゃ見てください。見口ね、本当だよね。あと1分ぐらいですね。どうですか。あと1分で皆さんが戻ってくるので、はい、しばしお待ちください。はい。
強制送還。携帯見ちゃった。おかえりなさーい。ただいまーす。トモラちゃん学校見てる。学校？こ？学校。学校？あまだ高校生行きます？どういうこと？どういうこと？この学校？ホワイトボードがさ。あそうこれホワイトボードなんですよ実は全部。壁一面、ね、壁そう、ね、あ。壁なんだ。壁一面ホワイトボード。西村さんと漫談されてたんですか？あおかえりなさい。面白い話は何もしなくてただひたすら1年間ダラダラとユニークを振り返るっていうね。そんなだらだらとめっちゃ楽しそう。うん楽しかった。自己満だけどね。そうなんだ。ありがとうともるちゃん。そうそうそうここにいます我々今ね。そうそうそうなんです。すごい45分間ユニークを振り返るっていう回を1年間してたんですね。1年間の泣きそう。Facebook グループで多分ね、ライブ配信のアーカイブ見れると思うので見る価値があるかは不明なんだけど見てもらえたら、あの山ちゃんの話とか三原さんの話とかも、うん、あとそう吉田くんの正永くんの話も出たし、うんうんうん、もちろん青木さんも出たし、ありがとうございます。すごい。あそうなんです。皆さん実は今のこの動画を実は撮っていてですね、これが今ライブ配信もされてるんですが、アーカイブで見ることができまして、そのアーカイブは皆さんの各お部屋ではなくて西村さんと住田さんのお話っていうのが45分間見れる形になっていますので、ぜひよろしければご覧になってみてください。楽しい。ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。結構いろんな場所見れましたかね。どうだったかな。ありがとうございます。各部活の部長さんたちもいかがだったかな。めっちゃ楽しかったです。あ本当です。ラジオ部撮れました、うん、撮りましたよ。しっかりマジですごいね。しっかり撮りましたよ、うん、すごい。あもしかしてまいちゃんさん参加された感じですか。あ僕は参加してないです。別の僕伊達さんとかと会話してましたずっと。おそうなんですね、はい、伊達さんと結構会話盛り上がりましたか。いろいろ見えたかな。そうですね。新しいなんかこういうのもやってみたいよねみたいな話がいろいろできたので、はいはい、楽しみました、伊達さんそんな感じでした。バッチリでした。すごい素晴らしい。めっちゃ盛り上がったんですね。そしてラジオ部のちなみにあれですか、ともあれちゃんその配信とかは見れる感じですか後ほど。はい一応撮ってるので流そうかなって感じです、うんうん、お素晴らしい。後ほどみんなで見ましょう。スズポン読書部いかがでしたか。読書の話全然してないですね。ちょっと自己紹介が盛り上がりすぎちゃってやっちまったと思いました。読書の話はね読書会でちゃんとやろうというふうに思います。はいはい、なるほど。次回の読書会は11月の今日何日でイベントページ出してましたっけ。何日だっけ。土曜日だね。7日だっけな。うん。分かりました。で今回はあの今日お話しした初めて参加した方とか、うんうん、今日あの読書部を選ばれなかった方々もですね、うん、参加されやすいようにですねフリージャンルでやっておりますので皆さん参加してくださいね。ありがとうございます。7日もし興味ある方ぜひ参加してみてください。岩里田学生部いかがでしたか。ゆるくお話しさせていただきました。なんか、うん、はい、次やりたいこととかも見えてきたので、うん、みんなに報告したいなと思います。はい、嬉しい。学生部、次やりたいこと何が見えてきたんですか？いや、なんか吉田さんが来てくれたんですけど、はいはい。なんか実際にオフラインでこうイベントとかできるような場所とかを持ってるというので、うん、なんか実際にみんなでそういうことができたらいいなと思って。うん、話してました。素晴らしい。実は私も最後ちょこっと学生部にお邪魔してたんですけど、あの学生部すごかったですよね。なので吉田さんのとこでも一日バー店長を学生部でやろうかみたいな次のコンテンツも生まれてて、うん、めちゃめちゃ素晴らしいと思いました。ちなみにうちのバーとスズポンのクリードさんとあとユニークは山ちゃんが来て、うん、あの一緒にイベントやったことがあったんで、そう楽しかったっすよね、うん、楽しかった。ちょっと第2回も早くやりたいなと思ってます。山ちゃん顔が変顔みたいになってきます
そうなんです。今吉田さん実はねバーにちょうど今いらっしゃって、そうなんです、そこも見ながらさっきみんなでやってましたが、なので学生部が吉田さんのお部屋でバー店長をするという日が来そうです。新しいコンテンツ生まれてよかったです。素晴らしい。ラジオ部はさすがと配信ができたということで、山ちゃんお部屋どうでした？ユニーク初めましての回、いやどうでした？よかったですね。よかったですか？めちゃめちゃしみじみしてるじゃないですか。いやーよかったですはいはい、入ったばかりの方向けの雑談会みたいなのは、うん、定期的に、やっていこうという話になりまして、うん、まだまだこう入ったあとどこ見ればいいのかなとか、スラックあるんですかとか、部活のイベントってどこに流れてるんですか、うんうん、とか、なんかそういうふうないろいろ伺ったんで、ちょっとその辺見やすいようにというのと、参加していただけるきっかけ作りは、うん、まずは雑談会とか、うん、とかイベント情報、うん、スラックだけじゃなくて流させてもらったりとかしながら、うん、皆さんが関わってもらいやすいきっかけ作りをできたらなと、うん、小倉さんと、伊達さんと、前ちゃんと、もう今いらっしゃらないですかね、何人かあったんで、うん、はい、ぜひ皆さんとすぐイベント立てますね。はい、楽しい。素晴らしい。めっちゃ盛り上がりましたね。ありがとうございます。いや、皆さんこう楽しんでいただけていると嬉しいなと思います。部長さんも含めて今日本当にありがとうございました。最後にちょっと残り時間も迫ってきましたので、最後は最初に始めた時と同じように皆さんチャットで一言ずつ感想を頂戴できると嬉しいです。部長さんも含めてみんなで、あ、こんな風に思ってたんだみたいなのを教えていけると、皆さんの感想が終わりましたらありがとうね、みんな言ってくれて、お写真を撮って最後締めたいなと思います。ぜひ感想一言ずつお願いします。お、あずささんはラジオ部にいらっしゃったんですね。素晴らしい。ラジオ部でなんか役目されましたか？皆さんでラジオ部ってどんな感じでやってたのかな？ラジオ早速経験させていただきました。あ、本当ですか？はい、あ、よかったです。川口プロさんが素晴らしい。川口プロ恐れ多いです。あずさん最高でした。ありがとうございます。なんだなんだ、何が起こったんだろう。裏口プロがあずささんになんでレクチャーしたんですか？そういうわけじゃない。違う、あれアレクチャーしてくださったんですか？ MC しながら番組回しました。なるほど。はい。たかやんがじゃあ MC で、あずささんゲストで。素晴らしい。それは楽しみじゃないですか。ぜひ、後ほどの、あの配信を楽しみにしていただければと思います。嬉しいです。ぜひぜひです。楽しみにしております。裏口プロっていう、あの、そういう名前がついたんですね。なるほど。学びました。ありがとうございます。ありがとうございます。土井さんもありがとうございます。そうなんです。実はね、ユニークって結構そんなカチカチしてるわけでもなくって、ちゃんといい感じにゆるくカチッとしてていいんです。おこぎさんもありがとうございます。こぎちゃんもいつもありがとうございます。皆さんちなみにこぎちゃんはあの朝のユニキャリにも頻繁に出演をしておりますので、ぜひ会いに来てください。ゆうちゃんもいつもありがとうございます。皆さんちなみにゆうちゃんはユニキャリに出た方なので、ゆうちゃんの記事とかもありますので、よろしければぜひぜひ見てみてください。まいちゃんさんもありがとうございます。ぜひぜひここから参加してみてください。そうね、すみださんも楽しかったですね、西村さんと真面目なお話。めっちゃ楽しかったです。よかったです。まちまちもありがとうございます。まちはラジオ部の裏ボスです。ありがとうございます。高山ありがとうございます。ラグスプロありがとうございます。うん、山ちゃんもいつもありがとうございます。チロンです。スズポもありがとうございます。ありがとうございました。皆さんご参加ありがとうございました。では残り時間も迫ってきましたので、そろそろお写真タイムにしましょうかね。あ、そうですそうです、そうなんです。こげちゃんがねユニークのはい、パパママ部部長を務めておりますので、そういったのもまたあのご覧いただけます。 Facebook グループにもたくさんあるんですけど、実は Slack っていうのがありまして、そちらの方でもたくさんあの話をしていたりするので、
ぜひぜひスラックの方も Facebook の中からご参加いただけるのでしていただけるといいなと思います。ありがとうございます。ゆうくんボドゲ部の方とかも学生部に最後混じってお話しましたけど、いかがでした？この1時間ぐらい。あ、楽しかったです。めちゃめちゃありがとうございます。出会いがありました。よかったです。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。感想では、すみださんの合図で最後お写真撮る感じでいいですか？はい、お願いします。ずっとそこで話してるでしょ。じゃあ皆さんいきますよ。はい、ポーズありますっけ？ポーズ、うん、ユニークの言う片手でもどっちでも。いや、西村さん西村さん、口が落ちてる。なるほど、どうしよう。いや、西村さんそれやられたらもう勝てないな。誰も勝てない。どうしたらいいんだろう。いや、山ちゃん亡霊みたいになってるよ今。ちょっとなんか山ちゃん後ろに影ができちゃって、なんか。はい、じゃあ大丈夫ですか？はい、いきますよ。3、2、1、はい、ちょっと確認しますね。ちょっとだけ、ちょっと待ってください。はい、お願いします。絶対 OK だと思うんですけど。めちゃめちゃ面白いな。みんなポーズ違ったよね。みんなポーズが違う。OK でございます。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。では残り最後、石村さん、よろしければ最後一言お願いできますでしょうか？はい、ではでは、皆さん、本当に1時間半ですかね、本当にあっという間の時間で、僕はただすみちゃんとね、だらだら1年間振り返ってただけなんで、皆さんの部屋をね覗きたかったなと思いながら、すごく、ね、皆さんの表情から楽しんでいただけたんじゃないかなというふうに思って嬉しく思ってます。なんか僕は本当に冒頭でもお伝えしましたけど、ユニークっていうのは一つの本当にこう目に見えない公園だっていうふうに思ってるんで、皆さんにもたくさん遊んでもらえたらなっていうふうに思いますし、どんどんこう新しいこう遊具を勝手に作って、勝手に遊び方を作って、どんどんね楽しんでもらえたらなっていうふうに思うんで、なんか遠慮なくこんなことやりたいですってことあったら、もう僕の許可とか全然いらないんで、勝手に始めて、他人に危害さえ加えなければ何やっていただいても構わないので、はい、そんな感じで遊び倒してもらえたらなっていうふうに思ってるので、2年目のユニークもぜひね、楽しんでもらえたらなと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ちなみに最後、皆さんからなんかこう全体通して聞いておきたかったとか、これを機に西村さんになかなかねお会いできる機会ない方もいると思うので、こういうの聞いておきたかったとか大丈夫そうですか？ある方遠慮なくと思いますが、大丈夫そうですか？はい、ありがとうございます。ユニークの方ですね、引き続きこれからもいろんなイベントとかやっていけたらなと思いますので、気軽にご参加ください。今日参加してくれた部長の皆さんも、部屋長の皆さんもありがとうございました。西村さんもありがとうございました。では土曜日この夜のお時間でしたが、あ、そうそうそうなんですね、ユニークの Facebook ページからまたご視聴ください。アーカイブ出ております。そうかそうか、そうだ、すみださん移動してほしいんですよね。移動してください。はい、なんか移動してほしいらしいです。すみださんから最後に何かが行われそうなので、一瞬皆さんぜひご移動ください。はい、特に新しいイベントが始まるわけではないです。一瞬お願いいたします。では本日土曜日の時間、皆さんありがとうございました。またそれぞれの部活ないしイベントでお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。チャットの方からなんか Facebook 移動できます。はい、退出します。退出口？はい。
あ、レトになってた。これで聞こえるのかな。はい、皆さんお疲れ様でした。1時間半ありがとうございました。でですね、本当これは本当に西村さんがねこうやってあの作んないと始まらなかった、1年間だったので、ちょっとですねこちらで、皆さんへ、皆さんというか、まあここまでのその振り返ってというかっていうのをちょっとみんなで見ていただこうかなって思っております。僕の声聞こえてるかな、聞こえてるのか OK。 そしたらですね、はい、そしたらちょっとだけですけど、はい、ご視聴いただきたいと思います。少々お待ちください。あ、待って、間違えた。くみちゃんもこっち来てもいいかも。うん、くみちゃんくみちゃんこっち来てみてもいいかも、ずれてるから。そう、よっしゃ、うん。